どうだ、落ち着いたか。倉庫の中、現場検証はまだ続いてるみたいだ。今回は死体が消失することはなかったからな。その代わり、お前の意識は消失してしまったが、まさかあの後、気絶してしまうとは思いもよらなかったよ。あの死体を見たこと、よほどショックだったんだろうな。お前はどんなことがあっても、失神なんてしない奴だと思っていたが、人間とは、わからないものだ。さてと、無事に復活したところで、そろそろ本題に入るとしよう。おいおい、意識を取り戻したと思ったら、今度は言葉を失ってしまったのか？まさかお前、こんな風に思ってるんじゃなかろうな。イリスが死んだのは自分のせいだ。俺がイリスを太田のところに預けなければ、こんなことには。だとしたら、お前の脳みそは完全に腐ってることになる。もしくは、さっきの死体を見た衝撃で、頭の中に黄色いタンポポが咲き乱れているとか。なんだと。お、やっと言葉を返してくれたな。だってそうだろ。こんな簡単な問題、ロジカルに考えれば、小学生だってわかることだ。仕方がない。では私が、頭の中に咲いた黄色いタンポポを、刈り取ってやることにしよう。これから三つの質問をするから、それぞれについて答えてくれ。いいな。第一問。あの冷凍倉庫は今は使われていないようだった。にもかかわらず、長期間にわたって空調が効き続け、庫内の温度はマイナス50度に保たれていた。一体なぜ？何かを保存するためか。ふむ。では次の質問に移ろう。第2問。さっき我々が発見した死体には不自然な点があった。それは何？なるほど。確かにそれは不自然だ。だが、他にもあるだろう。もっと奇妙なことが。イリスの体はガチガチに凍りついていた。冷凍倉庫の温度はマイナス50度。イリスの体重は。お前、体重はいくつだ？女性にそういうことは聞きます？48キロだ。なるほど、48か。すると死体が完全に凍結するまでには18時間以上かかる計算になる。だが俺たちは。まあ待て。結論を急ぐ前に最後の質問をしておこう。第3問。お前は2日前、日曜日の夜にもあの倉庫で凍りついた死体を見ている。しかしその後、砂岩期を訪れると、どういうわけかイリスは生きていた。その理由は？
そう、つまりそういうことだ。右の眼球が抜き取られている。翔子の時は左目だったが。死体は完全に凍りついている。詳しく調べるにはこの白い布が邪魔だな。とはいえ取り払うのは気の毒だ。伊達、例の機能を使ってみてくれ。膨らんでいるな。どうやら彼女は妊娠していたようだ。そんな。だが安心しろ、子宮の中に胎児はいない。まさか殺された後で。いや、殺害後に摘出されたわけではなさそうだ。おそらく彼女は子供を産んだ直後に殺されたんだろう。出産後すぐにお腹は小さくはならない。子宮が膨張したままだからだ。とにかくこれで明らかになったな。この死体はイリスじゃない、別人だったんだ。ということはイリスはまだ生きてるってことに。いや、少し違うな。生きている可能性があるだ。我々はまだイリスの生存を確認したわけではない。区間肺面部に優先変人機による複数の刺創を確認。傷口の形状および大きさから凶器はおそらく料理用の包丁と推測される。伊達が日曜日に行っていた所見と一致するな。つまりこの死体は俺があの時見たのと同じってことか。死亡推定時刻は？時刻なんてわかるわけがないだろう。何しろこの死体凍結されてから10年以上は経過してるみたいだからな。10年？じゃあこいつは10年以上前に殺されたっていうのか？そういうことになるな。彼女の正体は不明だ。もちろん誰が殺したのかもわからない。だが犯行に関わったとおぼしき人物なら。誰だ？手がかりは3つある。1、ここは沖浦水産冷凍倉庫という場所だ。2、日曜日の夜我々はこの倉庫から瀬島が出てきたところを目撃している。3、同じく瀬島についてだが、我々は奴のソムニウムでイリスによく似た人物が滅多刺しにされる光景を目の当たりにした。あれはイリスじゃなくてこの子だったのか？その可能性は高い。つまり俺たちが見たのは瀬島の中に刻まれていた10年以上前の記憶だったと。だと思う。沖浦と瀬島か。だが沖浦の居場所はわからない。となると俺たちが向かうべき場所は一つ。そう、瀬島のところだ。なあ、相棒、こいつは一体誰なんだ？わからん。
度と姿を現すな。そう言ったはずだが。今日は証拠のことで来たんじゃない。イリスのこととも少し違う。イリスによく似た少女。お前、10年以上前に彼女を殺さなかったか。伊達、見てくれ。こいつ。やっぱりお前がやったんだな。何のことかわからんな。すっとぼけてんじゃねえぞ、ジジイ。だからお前は2日前、冷凍倉庫に行ったんだ。自分が殺した少女の死体を確認するために。沖浦はどこだ。お前、沖浦のことも知ってんだろ。あの倉庫は沖浦水産冷凍倉庫って名前だからな。間違いなくお前と沖浦にはつながりが。その根拠は他にもある。89号の件だ。89号はお前の秘書に連絡した。そいつを庁舎の前から連れ去ったのは沖浦なんだよ。さあ言え、沖浦の居場所を。お引き取りください。くそ、瀬島の野郎。仕方がないだろう。我々は令状もなしに瀬島の屋敷に踏み込んだんだ。つまり不法侵入、立派な犯罪行為を犯したことになる。したがって警察に通報されても言い逃れはできない。身柄を拘束されてしばらくは身動きが取れないことになるだろう。そうなったら誰がイリスを捜索する。水木と太田に任せるのか。落ち着いてくれ、伊達。我々は手がかりを失ったわけではないんだ。手がかり？説明の前に冷凍倉庫にあった死体、便宜的に彼女の呼び名を決めておこう。オールアイスでアリスというのはどうかな。アリスとイリス、五感も似ているししっくりくると思うんだが。いいだろう、アリスだな。このアリスのことを知っているかもしれない人物がいる。誰だそいつは。これから3つの質問をするから、それぞれについて答えてくれ。またかよ。第1問、お前が凍りついた少女の死体を見たのは実は2回だけじゃない、3回ある。一番最初に目にしたのはいつのことだ。
土曜日の夜、アビスの本部でシンクした時に。そう、我々はとあるソムニウム世界で冷凍された少女の死体を見た。第2問、その少女は何者だ。我々は3日前のシンクの時点でアリスの存在を知っていたことになる。というわけで最後だ。第3問、我々がアリスの死体を見たのは誰のソムニウム世界だった。俺の同居人、沖浦瑞希だ。その通り。お前は以前、瑞希のソムニウムのことを予知夢なんじゃないかと言っていた。だが言うまでもなく、予知夢なんてものはこの世に存在しない。夢は未来ではなく、過去の記憶によって構成されるものだ。従って瑞希はアリスを見たことがあるってことか。それ以外に妥当な解は見つからない。アイバ、瑞希は今どこにいる。昨日イリスと訪れた場所、イクメ神社だ。神社？なんでそんなところに。理由はわからん。おそらくまだイリスを探しているはずだが。わかった、とにかく行ってみよう。どうだ、イリスは見つかったか。見つかったんならとっくに報告してる。そうか。秋葉の周辺を探し回ってるみたい。特にこれといって情報はないって。イリスは多分沖浦のところに行ったんだと思う。パパのところに。ああ、書き置きにあった信頼できる人、あれはおそらく沖浦のことで。そういえばマーメイドの子が言ってたね。沖浦さん、イリスちゃんのこと探してるみたいでした。もしかしてパパがイリスを呼び出したってこと。そうかもしれない。だから知りたいんだ、沖浦の居場所を。そんなこと言われてもずっと連絡が取れないままだし。イリスはね、この神社が大好きだったの。思い出の場所だって言ってた。それで私、よくこの神社に誘われて。あ、ほら、社殿の前に短い階段があるでしょ。二人であそこに座って、なんか取り留めもなくいろんな話をしたりして。グルテンフリーの話とか、松江区の話とか、エアリアルヨガの話とかね。あとはお互いに悩みを打ち明け合ったりとか。
夜遅くまで話しちゃうことも結構あって、とにかくそういうわけで、もしかしたらここにって思ったの。残念ながら外れだったみたいだけど。水木、とても大事な話なんだ、聞いてくれ。お前、前に彼女の死体見たことがあるんじゃないか。3日前、俺はお前の夢の中で同じものを見たんだ。イリスによく似た少女アリスの死体を。夢とは見ている人間の記憶によって構成される。したがって水木、お前の脳内には確実にあの死体のことが刻まれてるはずで。頼む水木、答えてくれ。イリスの命がかかってるんだ。え、どういうこと？だから知りたいんだ、アリスのこと。それが分かれば沖浦や89号の謎についても解明できるかもしれない。そしたらイリスの居場所に関する手がかりも。分かったよ、アリスのこと教えてあげる。今から1ヶ月ぐらい前のこと、私パパが泣いてるところ見ちゃったの、レムニスの社長室で。どうしたんだろうと思ってドアの隙間からこっそり様子を伺ってたんだけど、そしたらパパ突然車でレムニスを飛び出していっちゃって。パパのそんな姿を見たの初めてだったし、なんだか気になって私タクシーで後を追ってみることに。たどり着いたところはあの冷凍倉庫の前だった。パパは車を降りて倉庫の中へ。私もバレないようにそっと扉を開いて中に入っていって、パパは奥にあるフォークリフトの前に立ってた。私は棚の陰に隠れてその様子をじっと伺ってたら、パパ不意にフォークリフトのエンジンルームを開いて、そしたらしばらくしてパパは倉庫を出て行ったんだ。一体何を見てたんだろう。そう思って私エンジンルームを開いてみて、そしたらアリスの死体があったと。うん、その時はまだイリスだと思ってたけど。壊れちゃうような気がして、自分さえ黙っておけば全ては何事もなかったかのように丸く収まる。私は死体なんて見てない、冷凍倉庫にも行ってない。自分にそう言い聞かせて何もかも忘れることにしたんだ。抑圧された記憶はソムニウムの中で再現されやすい。そのせいだったのか、3日前のシンクでアリスが現れたのは。だって言えるわけないじゃん、パパが逮捕されちゃうかもしれないのに。それでずっと黙ってたのか。うん、あの死体イリスにそっくりだったけど、でも私イリスが死んだなんてどうしても信じられなくて、それでイリスの家に行ってみたら。ん？どうしたの水木ちゃん。
私なんだかわけがわからなくて、夢でも見てたんじゃないかと思って、きっと幻覚だ、幻を見たんだ、そう思い込むことにしたの。実は私、昨日の夜、沖浦水産の偉い人に会ったの。松下食堂に行く前にね。どうして？伊達があの倉庫のことを聞いてきたからだよ。それで気になって。その人からいろいろと話を聞いて分かったことが。あの倉庫、私が生まれる前からずっとパパが管理してたみたい。沖浦水産の創業者、おじいちゃんが亡くなってからもずっとね。パパはあの倉庫を管理することと引き換えに沖浦水産の経営権を別の人に譲ったんだ。どうしても手放したくなかったんだよ、パパは。っていうか、手放せなかったって言った方がいいのかな。そりゃそうだよね。だってあの倉庫の中にはアリスがいるからか。あの倉庫、登記上は沖浦水産のものってことになってるけど、実質的に管理してたのはパパだったんだよ。パパだけしかあの倉庫には入れなかったの。沖浦水産を譲るときにそういう取り決めが交わされたんだって。しかもそのことは絶対秘密にしてほしいってパパは強く言ったみたいで。なあ瑞希、沖浦はいつからあの倉庫を管理してたんだ？今から18年前、沖浦水産の人はそう言ってた。18年？そんなに前から？うん。アイゴ、大至急検索を。18年前の失踪者リストを洗ってくれ。わかった。伊達、見つけたぞ。イリスによく似た人物がリストに載っている。名前は？岩井真中、失踪当時19歳、英徳学園の卒業生らしい。なんだって。沖浦君は高校の時の同級生で、かれこれ20年以上の付き合いになります。英徳学園っていう高校なんですけど。私、若い頃大切な人を亡くしてるんです。岩井真中、心から親友と呼べる数少ない友人の一人でした。アリスの本名は真中。かつての瞳の親友であり、沖浦とも同じ高校だが、なぜだ？真中の死体が発見されたのはついさっきのことだ。にもかかわらず瞳は知っていた、真中がすでに亡くなってることを。アイボ、瞳は今どこにいる？捜査本部は冷凍倉庫で発見されたのはイリスだと思っている。このためイリスの母親である瞳は本庁で事情聴取を。わかった。それじゃあボスに連絡して瞳をアビスの本部に連れてくるよう頼んでくれ。了解だ。やけに落ち着いてますね。あなたは今日冷凍倉庫であの死体を見たはずだ。身元確認のために警察に呼び出されて、にもかかわらずあなたは取り乱す素振りも見せずに平然としている。命よりも大切な娘が亡くなったというのに、どうしてか
当ててあげましょうか。フルネームは岩井真中。今から18年前に行方不明となったが、本日未明、沖浦水産冷凍倉庫にて死体となって発見された。失踪当時の年齢は19歳。左岸瞳、沖浦蓮樹と同じく、その前年まで英徳学園に通っていたらしい。真中の死体は凍りついた状態で発見された。右目からは眼球が抜き取られており、区間肺面部には優先変人期による複数の刺創があった。刺創の生傷器はおそらく料理用の包丁。これで背中を刺されたことが直接的な死因になったものと思われる。なお、突起事故として彼女は殺害される直前まで妊娠していたことを挙げておく。真中の死体は凍結されていたため、現段階では死亡した年数を具体的に推測するのは困難だ。だが死体の容姿が失踪時とさほど変わっていないことや、沖浦が冷凍倉庫を管理下に置いた時期などから考えて、おそらく彼女は18年前に殺害されたと考えるのが妥当だろう。すると彼女が産んだ赤ん坊は今18歳ってことになるな。あの死体はイリスじゃない。あなたはそのことを知ってるからです。違いますか？え、そうなの？ああ、彼女の名前は岩井真中。亡くなった当時の年齢はおそらく19歳。かつてのあなたの親友であり、同じ高校に通っていた。そうですね。どうして黙ってるんです？何かやましいことがあるからですか？もしかしてあなたと沖浦が結託して殺したんじゃ？バカなこと言わないでください。やっと口を聞いてくれましたね。でも沖浦が罪を犯したことに違いはありません。死体遺棄の罪です。なぜなら、真中の死体は沖浦水産冷凍倉庫の中、放置されていたフォークリフトのエンジンルーム内から発見された。この倉庫は18年前から沖浦の管理下にあったようだ。また沖浦が死体を確認しているところを水木によって目撃されていることから、当然沖浦は死体の存在について気づいていたものと考えられる。死体が発見された冷凍倉庫、あの倉庫は18年前から沖浦が管理していたからです。さらにある人物の証言から彼が死体の存在に気づいていたことも分かっています。そしておそらく瞳さん、あなたもあそこに死体があることを知ってたんじゃないですか？あなたと沖浦は高校時代から親しい関係にあった。沖浦から死体のことを聞いていたとしても不思議ではありません。それにあなたは以前こんなことも。私、若い頃大切な人を亡くしてるんです。岩井真中、心から親友と呼べる数少ない友人の一人でした。なぜ真中がすでに亡くなっていると知ってたんですか？私、そんなこと。とぼけないでください。あなたは間違いなく何かを隠している。18年前に何があったのかを知っている。きっと真中が身ごもっていたことも、親友であるあなたが知らないわけがない。そうでしょう？さあ教えてください。あなたが知ってることを全部。伊達くん、彼女は話すつもりはなさそうよ。シンクして。
伊達さん、しつこいようですが必ず6分以内に戻ってきてくださいね。いや、悪いがピュータ、今回ばかりは約束できない。どういうことですか？何か手がかりをつかむまでは戻らない、そういうことだ。ダメよ伊達くん、絶対ダメ。どうして？どうしてって分かってるでしょ。自我が侵食されちまうからか。ええ、そう。だが少しぐらいならなんとか。ならないわよ。なるわけないじゃない。シンクレベルが臨界点を超えたら取り返しのつかないことに。なんだよ、取り返しのつかないことって。隠してなんかいませんよ。そうか、だったら我が身を賭して実験するまでだ。そうすりゃ何が起こるかおのずと明らかになるだろうからな。あ、もう分かったわよ。言えばいいんでしょ、言えば。うん。ピュータ、よろしく頼むわ。え、僕が？あなたの方が専門じゃない。まいったな。話ならピュータに聞いてくれる？彼の方が詳しいから。シンクレベルが臨界点を超えるのは必ずしも6分とは限りません。確実に帰還可能な安全圏が6分以内ということで、場合によっては7分だったり8分だったり。細かいことはどうでもいい。とにかくその臨界点とやらを超えたらどうなるんだ。前に卵の話をしたこと覚えてますか？ああ、もちろんだ。卵で例えると自我という黄身だけが対象者の脳内に入り、記憶である白身の部分は殻の中に残ったままということになります。臨界点を超えると君が元の脳内に戻れなくなってしまうんです。それは知ってる。シンク先の脳内に自我が侵食されちまうからだろ。ええ、でもそれだけじゃありません。他人の脳に取り込まれてしまった君は白身の方も引き寄せてしまうんですよ。え？さらにこのことは対象者の脳内だけで起こる現象ではありません。シンカーの頭の中でも同じことが。つまり黄身と白身が両方揃って入れ替わる。自我と記憶のワンセットがごっそりと丸ごと交換されるってことです。人間の脳には許容量というものがある。一つの脳に入れる自我は一つだけ。記憶も同じというわけか。話すべきことは全て伝えました。あとはボスから話を聞いてください。
私にとっても初耳だった。データベースに載っていない情報だったからな。このシステムを悪用されたら困るからよ。悪用なんて、そんなこと。あなたがしなくても他のシンカーはするかもしれない。あなただけ特別扱いするわけにはいかなかったの。それにそもそもシンクに関するプロジェクトは国家レベルの機密事項だし、たとえシンカーであっても最低限の情報だけしか伝えてはいけないことになってるの。だってそうでしょ。もしも仮にあなたがよからぬ人間に捕まって自白剤か何かを投与されちゃったらどうなると思う？よからぬ人間。異常者とか犯罪組織とかどっかの国の諜報員とか、そういう類の連中よ。その時あなたがベラベラとシンクの秘密を話してしまったら、それはもう我が国にとっての一大事ってことになるわ。さっきのピュータの話を聞いて分かったと思うけど、シンクシステムは単に夢の中に入れるだけの装置ってわけじゃないの。人物 A と人物 B の体をごっそり丸ごと入れ替えることができる。よからぬ人間にしてみればこんなに都合のいい仕組みは存在しないわ。だから黙ってたの。なるべく秘密を拡散しないようにするためにね。体がごっそりと丸ごと入れ替わる。入れ替わる。伊達君、さっきの話忘れないでよ。ちょっと聞いてるの？ああ、大丈夫だ。本当に平気ですか？問題ない、始めてくれ。わかりました。それじゃあ行きます。神か。私は火の神。この世に存在するエロ本を怒りの炎で焼き尽くす。おお、なんと無慈悲な。大丈夫か？いってて。エロ本読むか。燃やす。霧のせいか、真っ暗だな。あの光、ホタルか？ソムニウムスキャン開始！いや、まだ近くにいるんじゃないか。品種までははっきりしないが、花のつぼみだ。このつぼみに拝むのか？ああ、頼む。つぼみとはいえ、花に手を合わせるなんて、まるで死人を痛むようだな。
少し色づいたぞ。どういう因果かはわからないが、まあ何も起こらないよりはマシか。木のうろだ。かがめば中に入れそうだな。食われたりしないだろうな。うわっ！落ちてしまったようだが、また森の中だ。さっきより暗くなっているな。なんだ？誰かいるのか？この声は。声の主を探すぞ。木のうろだ。サッカーボールくらいならしまっておけそうだな。よし、全力で行くぞ。これは瞳と沖浦と真中の写真だ。全員若いな。持っておいてくれ。伊達くん、残り5分よ。沖浦連中だよな。おい沖浦、これを見ろ。待て！止まれ沖浦。なんだこの穴、さっきまではなかったよな。本当にやるのか。ああ、頼む。仕方ない。おりゃ、くそ、さらに見づらくなってるじゃないか。次は誰だ？マナカー！瞳の声だ。どこだ？探してくれ。残り4分を切ったわ。木のうろだ。カピバラくらいなら入れそうだな。あいつら結構大きいけどな。瞳！伊達は瞳のことが！おい待て、何を言うつもりだ。瞳にはこのシンクの記憶は残らない。だが、だからといって。瞳が立ち止まった。木のうろだ。吸い込まれないよな。ん？いつの間にかミサンガがついている。誰かがつけていたものか。もしかしたら重要なものかもしれん。持っておいてくれ。瞳だよな。
このミサンガに覚えはないか。待て、瞳の後を追ってくれ。もちろんだ。3分を切ったわよ、伊達くん。大きな穴だが、こんなものさっきまであったか。やるしかないか。えい！伊達、今どうなっている？こっちが聞きたいくらいだ。真っ暗で何も見えない。なるほど、私の故障ではないわけか。手探りで動くことはできるか？ああ、試してみよう。ヒガンバナだ。何も起きないか。本来そっちの方が自然なんだが、謎のがっかり感があるな。ないわ、伊達くん、急ぎなさい。少し気が引けるが。ダメだ、根がしっかり張ってるのかびくともしない。ヒガンバナだ。ああ、やってみよう。なんだ？また穴だ。大きな穴だ。もうここまで来たらつべこべ言うまい。えい！瞳さん、18年前に何があったのか、なんとなく分かりましたよ。あなたとマナカ、それにオキューラも含めて、3人はとても親しい関係にあった。ところがある時、マナカは何者かによって殺害され、深い森の中に。あなたとオキューラはその死体を発見し、冷凍倉庫へと運んだ。おそらくマナカを殺したのは国会議員の瀬島でしょう。私は彼の頭も覗いたことがあるんです。
の装置を使って。わかりました。そこまでご存知なら隠していても仕方がありません。本当のことをお話しします。これから瀬島のところに行くっていうのか？うん、なんか直接会って話したいことがあるって。ダメだ、行かない方がいい。どうして？もしかして体のこと？だったら心配しないで、もうすっかり元通りになったから。お腹まだ大きいままだけど。子供を産んでもすぐにお腹はへこまないんだって、お医者さんが言ってた。そういうことじゃなくて。ああ、もうなんでわからないかな。瀬島は君の存在を疎ましく思ってるんだぞ。もちろん生まれたばかりのこの子のことも。子供が生まれたことはまだ言ってないの。瀬島さんから連絡があったのも久しぶりで。じゃあきっとそのことで。子供がどうなったのか知るために。多分瀬島は気が気じゃないはずだ。不倫相手に子供を産ませたなんてことが発覚したら、奴の政治生命は絶たれることになるからな。不倫じゃないよ。確かあの人の奥さん、息子を産んでからすぐに亡くなっちゃったんだよね。だとしても同じだ。バレたらスキャンダルになることに変わりはない。奴は高校を卒業したての女の子をたぶらかし、その子を身ごもらせたんだぞ。あいつの中にだってやましい感情はあったはずだ。そうじゃなければ大金を渡して処置するようになんて言ってくるはずがない。あいつは絶対に認知なんてしないと思う。別にいいよ。迷惑はかけないので産ませてほしい、そう言ったのは私だし。とにかくそういうわけで、ちょっとの間だけ預かってほしいの、その子のこと。大丈夫だよ、すぐに戻ってくるからさ。わかった。それじゃ念のためこれを持って行ってくれ。GPS の発信機だ、もしものために。こんなの必要ないと思うけど、でもそれで安心してくれるなら。真中が瀬島のどこに惹かれたのかは分かりません。優しいとか誠実だとか、日本を変えようとする高い志を持った人だとか、そんな話はたくさん聞かされましたが、正直私には全く理解できなくて、説得ならしました。交際をやめるよう何度も何度も。でも真中は私の言うことなんてまるで聞いてくれなくて。いずれにせよ、そのせいであの悲劇が。ここから先は伝え聞いた話になります。私も沖浦君も直接現場を見たわけではないので、ですからどこまで正確なのかは分かりませんけれど、大方このようなことがあったのだと思います。
沖浦君から聞きました。ですがあいつは現場にはいなかったと。しばらくして熊倉組の関係者から話を聞いたそうです。沖浦君、熊倉組の人たちとつながりがあったので。では熊倉組の連中はどうやってそのことを。瀬島から直接経緯の説明があったと。さっき伊達さん、真中を殺したのは瀬島だって言ってましたよね。でも違うんです。そうじゃなくて、真中を刺したのは瀬島サイト。亡くなった奥さんとの間に生まれた瀬島の一人息子だったんです。当時のサイトの年齢は12歳。 12? ええ。そんな子供がどうして。わかりません。動機に関しては何も。海外への移住を勧めたそうです。お金ならいくらでも出すからと。その後瀬島は懇意にしていた熊倉組の組長に連絡。後始末の一切を任せ、サイトと共に現場を去ったそうです。事件が起こったのは18年前。当時の組長はモーマではなく兄のローハンだった。先代の組長ローハンが現場に。はい、何人もの組員たちを引き連れて。繰り返しになりますが、私と沖浦君は現場にいたわけではありません。私の家でずっと真中が帰ってくるのを待ってたんです。けれど待てど暮らせど、真中が姿を現すことはなく、携帯にかけても繋がらず、そうこうしている間に GPS のポイントに動きが。真中に渡した発信機のことですね。ええ。最初はうちに戻ってくるんじゃないかって思ったんです。でもしばらく見守ってるうちに、ポイントはどんどん都心を離れていって、私と沖浦君はいても立ってもいられず、そのポイントを追うことに。赤ん坊は？さすがに一緒に連れていくわけにはいきませんでした。なので沖浦君が信頼できるという闇医者に預けて。熊倉組の連中だ。私は指先一つ動かすことができませんでした。声を上げることも息をすることもできず、ただ目の前の光景を呆然と眺めていました。彼らが何のために穴を掘っているのか、私は気づいていました。気づいていたのにどうすることもできなかったんです。ただ逆まくような鼓動の音だけがせわしなく鳴り響いていました。やがて。兄貴、そろそろいいんじゃないですか。ああそうだな、埋めろ。いや待て、熊倉組の組員たちは真中の死体を穴に埋め去っていきました。私と沖浦君はすぐにその場に駆け寄り、落ちていた木切れを使って穴を掘り起こしました。すると
そこに横たわっていたのは。ダメだ。今はまだ警察には言わない方がいい。どうして？君は連中の恐ろしさを分かってないんだ。奴らはありとあらゆる手を尽くしてこの件を闇に葬り去ろうとするだろう。僕はこの手のことを何度も見てきた。だから分かるんだよ。考えてみてほしい。連中はどうしてこんなひどいことをしたのか。マナカと赤ん坊の存在が邪魔だったからだ。おそらく奴らは子供が生まれたことにはまだ気づいていない。マナカのお腹は大きいままだからね。もしも連中がそのことを知ったらどうなる。連中はあの子を連れ去り亡き者とするだろう。その時にはもちろん君も僕も無事ではいられない。ある日突然失踪したことにさせられる。要は三人とも消されるってことだ。沖浦君の言葉には妙な説得力がありました。彼は決して明るみに出ることのない社会の暗部を知っている。警察ではどうにもならない世界が存在することを知っている。彼の話は嘘じゃない。きっと本当のことなんだ。連中は赤ん坊の命を奪うためならどんなことだってするだろう。私たちがあの子を守ってやらなければならない。何としてでも赤ん坊の身の安全を確保しなければ。分かったよ。私は沖浦君の言葉に従うことにしました。マナカの死体を森の中に置いていくわけにはいきませんでした。私と沖浦君は死体をきれいにしてあの冷凍倉庫へと運ぶことにしました。ここは父が経営してる会社、沖浦水産が所有している倉庫だ。だけど現在は使用されていない。数ヶ月前にもっと利便性の高い場所に移転することになったんだ。今は買い手を探してるところでね。でも大丈夫、これからは僕が管理するから。本当に平気なの？ああ、心配はいらない。誰も入らせないようにするさ。もちろん君以外もね。合鍵を渡しておこう。マナカに会いたくなったらいつでもここに来るといい。マナカ、あの子のことは心配しないで。どんなことがあっても守るから。それと奴らのことを私は絶対に許さない。必ず仇を取ってみせる。だからごめんね。ごめんなさい、マナカ。
この話をするのはあまり気が進まないんだけど、でも大事なことだから伝えないとね。熊倉組の連中から話を聞いて分かったんだ。真中を手にかけた犯人が瀬島の一人息子、瀬島サイトだ。そんな、瀬島の息子ってまだ12歳だよ。なんで、どうしてそんな子供が。理由はわからない。だが確かな情報だ。瀬島は息子の犯罪をもみ消すために熊倉組を使ったらしい。もちろん自分自身に関するスキャンダルの証拠を隠蔽する意図もあったんだろうけど。許せない。瀬島も、瀬島の息子も、熊倉組も。気持ちはわかる。僕だって同じさ。だけど復讐なんてことを考えてるならやめた方がいい。君もその子も幸せなことにはならないだろう。今はとにかく耐えるんだ。時期は必ず訪れる。だからその時までいいね。ねえ、この子の名前なんだけど、イリスっていうのはどうかな。イリス？ギリシャ神話に登場する虹の女神の名前。英語で書くとスペルは IRIS。 確か瞳孔の周りにある光彩のことも英語ではアイリスって。そう。というか君の名前である瞳自体がその光彩のことを指してるんだったね。うん。でももちろんそれだけじゃないの。ちゃんと真中の名前とも関係があって。ほら、真中の名前って頭に愛の字がついてるでしょ。それに五感的にも真中と似てるし。瞳と真中、両方とも目を表す言葉。そこに愛という発音を紐づけてアイリス。さらにそれを日本語風に読み替えてイリスか。どう？素敵な名前だと思わない？イリス、イリス、うん、とてもいい名前だと思う。気に入ったよ。出生証明と母子手帳は手に入れたよ。例の闇医者に頼んでね。だいぶお金はかかったけど、まあ君が気にすることはない。あとは役所に出生届を提出すれば手続きは全て完了だ。どうしたんだい、浮かない顔して。だってなんだか真中に悪い気がして。産んだのは真中なのに。そんなことを言っていられるのは今のうちだよ。これから戦争が始まることになる。戦争？そう、毎日毎日がそのことの戦いだ。まともに眠れる日がやってくるのはいつのことになるやら。しばらく経ったらむしろ真中のことを恨むようにさえなるかもしれない。そんなこと。とにかく出生届が受理されれば君は正式な母親になる。しっかりと責任を持ってその子を育ててほしい。たまには僕も手伝うからさ。たまにはなんだ。そうしてイリスと二人きりでの生活が始まることになりました。子育ては私が想像していたよりもはるかに大変で、夜中に起こされてはおむつを替え、ミルクをやり、イリスは寝ぐずりもひどかったので抱っこして
子守歌を歌って寝かしつけて、起きないようにそーっとそーっとベッドの上に寝かせるんですが、ものの10秒と経たないうちにまた泣き出して、仕方がないのでもう一度抱っこして子守歌を歌って寝かしつけて、そんなことを繰り返してるうちに、いつの間にか窓からは朝日が差し込んでいて、でもそれでも私にはそんな日々が愛しくて、もちろん瀬島たちに対する憎悪の念が私の中から消えたわけではありません。けれど私の日常はイリスを育てることで精一杯で、他のことを考えている時間も精神的なゆとりもなくて、そうこうしているうちにいつしか復讐の二文字も私の中から薄れていき、ママ、ママ、ワンワン、ワンワン、ママ、甘いす、甘いす、眠い、抱っこいて、ママ、いいすね、かけっこでね、一等賞だったの。すごい？すごいでしょ！ママ、また行こうね！ミルキームーンのショー！ママのダンス、すっごく上手だったし！ママ、パンケーキ焼けたよ！ちょっと焦がしちゃったけど。コンビニとかで踊っちゃダメなの？だってしょうがないじゃん、体が動いちゃうんだから。ねえママ、バーベキューって本当は大勢でやるものなんだね。うちはいつもママと二人きりだけど。ねえママ骨折ってどのぐらいで治る？早く踊りたいな、みんなと一緒に。ねえママ、この服似合うかな？うん、そう、ママとお揃いなの。ママ、いつもいろいろと本当にありがとう。私、ママのこと世界で一番大好き。ママ、見て見て。あの時の絵、描いてみたんだ。あのお好み焼き紛争の時の絵ね。楽しかったな。またやろうよ。お好み焼きを？それとも紛争？どっちもかな。紛争の方は却下。あの後掃除するの大変だったんだから。でもおじさまもやりたいって言ってたよ。ねえママ。ん？おじさまと結婚するの？何言ってるのよ、突然。私はおじさまだったら大賛成だよ。全力で応援しちゃうから。私は常に自問自答してきました。本当にこのままでいいのかと、必ず仇を討つからと真中に誓ったはずなのに、なのにどうしても勇気が出なくて、もしかしたら沖浦君の話は大げさかもしれないと、そう思ったこともあります。今の日本には殺人罪の時効は存在しません。
ですから、マナカの死体を警察に見せれば、サイトは何らかの形で法的な処罰を受けることに。そうなれば当然、瀬島や熊倉組の罪も暴かれることになったでしょう。けれどそれは同時に、イリスの出生に関する秘密も露見してしまうことを意味します。私が恐れていたのはそのことでした。実の父親が瀬島だと。イリスに悟られたくなかった。いえ、それよりも何よりも、私が本当の母親ではないとイリスに知られたくなかったんです。この18年間沈黙を守り続けてきたのはそのためでした。私はただ失いたくなかったんです、イリスのこと。でも運命とは皮肉なものです。神様は別の手段を使って私の元からイリスを奪い取ろうとしました。イリスが倒れたのは今年の1月。原因は脳にできた悪性の腫瘍にありました。もはや手の施しようがない。もってあと1年だろう。医師からそう告げられたことはすでにお伝えしたかと思います。けれどあの時言いそびれてしまったことが一つだけ。あの子を助ける方法があるんです。それは特に最近のナノマシンはものすごく進化してるみたいで、癌とかそれ以外の病気とかでも体の中に潜り込んでいってビビビビビーって直してくれるんだってママが言ってました。ナノマシン、ナノマシンを使えばあの子の腫瘍を取り除くことができる。でもその治療を受けるには莫大な費用がかかるのです。それは私の経済力ではとても支払うことのできない金額でした。私は考えました。どうすればそのお金を手に入れることができるかと。けれど答えは見つからず、そうこうしている間に、たちまち月日は流れていき。気がつけばもう11月。時が経つにつれ、イリスの病状は、ますます悪化の一途をたどるばかり。タイムリミットが近づいていることは明らかでした。私は焦りました。もはや手段など問うている場合ではありません。手遅れにならないうちに何としてでもお金を工面しなければ。資料を重ねた末に私は一つの計画を思いつきました。国会議員の瀬島をゆすることにしたのです。2日前、日曜日の夜、私は瀬島に電話をかけて冷凍倉庫に呼び出しました。18年前の件についてほのめかすと、瀬島は分かったと一言だけ告げて電話を切りました。私は全ての準備を整えるとフォークリフトの陰に身を潜めて瀬島が訪れるのを待ちました。やがて瀬島は私の指示通りに姿を見せ、作業台の近くで足を止めました。そこには私が設置しておいたマナカの死体が。彼は恐る恐る布をめくり上げるとその中を覗き込み、小さく声を上げて退きました。さすがの瀬島でも18年前に葬り去ったはずの死体を見れば
動じないわけがありません。しかもそれは瀬島がかつて関係を持った相手であり、自分の息子が手にかけた女性でもあったのです。彼の反応は私の予想通りでした。私は用意しておいた音声データを彼の携帯宛に送信しました。口止めをしておいたのは瀬島と熊倉組との接点を断つためでした。もし仮に瀬島がこちらの正体を突き止めたとしても、熊倉組が関わらなければなんとかなる。瀬島一人が危険を冒してまで私たちを襲ってくることはないだろう、そう考えたのです。瀬島は携帯を懐に戻すと逃げるようにその場を去っていきました。私は真中の死体を元へ戻そうと思い体を起こしました。とその時、思いがけぬ出来事が。伊達さん、あなたが私の前に姿を現したのです。私は慌てて身をかがめ、再びフォークリフトの影に隠れました。伊達さんはしばらく倉庫の中を見回してから。まさか。イリスは瞳の実の娘ではなかった。イリスの父親は瀬島、母親は18年前瀬島の息子によって殺害されたマナカだった。とはいえイリスの育ての親が瞳であることに変わりはない。瞳は実の母と同じぐらいの、いや、それ以上の愛情を持ってイリスをここまで育ててきた。そのイリスの頭に腫瘍が見つかったのは今年の1月のこと。イリスを助けるにはナノマシンを使う以外に方法はない。だがそのためには莫大な治療費がかかる。そこで瞳は瀬島を恐喝し、彼から金を脅し取ろうと考えた。瀬島を揺さぶるには目の前に動かぬ証拠を突きつけてやるのが最も効果的だ。瞳はそう考えて真中の死体を冷凍倉庫に設置、瀬島をそこに呼び出した。日曜日の夜、伊達が目撃したのはその時に準備されたものだったのだ。とまあざっくりと主要な事柄だけを並べてみたが、まだわからないことがいくつかあるな。だってボケっとしてないで瞳に聞いてみてくれ。
こら、伊達、しっかりしろ。すみません、理由は全く。いえ、何も話していません。日曜日の計画は私が独断で立てたものです。聞くまでもないことなんですが、念のため確認させてください。私が倉庫を出た後、あなたは何を？真中の死体をフォークリフトのエンジンルームに戻してから現場を離れました。そうですか、やはりね。警官が到着した時、倉庫内に死体が見当たらなかったのはそのためだ。種明かしをすれば何のことはない。イリスは生き返ったわけでも何でもなく、お前がマナカと見間違えただけだった。死体は消えたわけでも何でもなく、瞳が隠しただけだった。それがあの冷凍倉庫で起こった不可思議な現象の答えだ。ただ単純にそれだけのことだったんだよ。いくつか不明な点はあるものの、ひとまず18年前に起こった事件の概要については分かった。だが4日前に発生した七海翔子殺害事件、この事件との関連性が全く読めない。両者はそれぞれ独立した事件なのか、それとも何かつながりがあるのか。接点があるとすれば沖浦と瀬島だが。とにかくこの件について考えるのは後回しだ。今はそれよりも。待ってください。どこに行くんですか？決まってるじゃないですか。イリスを探しに。場所もわからないのに。あなたは知ってるんですか？はい。今日の午前4時ごろ、私の家に一本の電話が。相手の正体は不明です。声が変えられていたので。そいつは何と？娘は預かった。警察には何も言うな。話せば娘の命はない。それで今までずっと黙ってたんです。くそ、やっぱり沖浦のやつが。まあ待て、まだ犯人が沖浦と決まったわけじゃない。あるいは89号という可能性も。どっちだって同じだろう。イリスの身が危険であることに変わりはない。犯人は続けてこんなことも。私と伊達さん二人だけで指定の場所に来いと。俺と？はい。犯人は俺のことを知っている。どう考えても沖浦以外に考えられない。それで指定の場所というのは？残念ですがそこまでです。
逃げて。ボス。安心してください。ちょっと眠ってもらっただけですから。一体どういうつもりだ。上の方から圧力がかかったんです。これ以上操作はするなとのお達しで、ボスはその命令に背こうとしました。だからこうして。操作って何の操作だ。証拠の件か、それともイリスのことか。どっちも違いますね。マナカ殺しの件ですよ。マナカ、マナカの件ならもうほとんど解決したようなもんじゃないか。それは今ここにいる我々の中でのことでしょう。僕らが口を閉ざしている限り事件は解決したことにはなりません。そうか、瀬島か。瀬島が脅してきたんだな。さあどうでしょう。とにかく伊達さん、あなたにはもう捜査権限はありません。今から5分ほど前に剥奪されました。しばらく自宅で謹慎しているようにとのことです。さあどうしますか伊達さん。おとなしく従った方が身のためだと思いますけど。はい、電源を落とせるか。遊びしまいだ。よし、じゃあ行くぞ。3、2、1。さあ教えてください。指定の場所とはどこなんですか。それは言えません。どうして。もし教えたらあなた一人で行ってしまうでしょう。私も一緒に行かなければ。あの子は。わかりました、案内してください。ここは8年前の事故で閉鎖された化学工場です。伊達、突然だが進まない。ちょっとまずいことになった。どうした。何者かが私のストレージにアクセスしている。どうやらデータを削除しようとしているようだ。この5年間に蓄積してきたありとあらゆるデータ、バックアップを含めた全ての記録を片っ端から。ピュータか。ピュータがやってるんだな。その可能性は高い。相手は管理者権限を使ってアクセスしている。今防御システムを作動させたが、時間稼ぎにしかならないだろう。持って4時間といったところか。それを超えたら私の機関プログラムであるウジャトの内部にまで侵入を許すことになる。つまり私の思考中枢の核となる本質的な部分まで破壊されるということだ。なんでそんなことを。例の圧力のせいかもな。だて、お前は上層部の人間から目障りに思われているようだ。連中はお前の動きを封じるために私の機能を奪おうと。まあ理由などこの際どうでもいい。今重要なことは一つ、4時間以内にイリスを奪還しアビスの本部に戻ること。それができなければ私は、私の存在は全てこの世界から消滅することになる。伊達さん、どうしたんですか。あ、いえ、ちょっと。さあ、分かったら行動開始だ。頼んだぞ、伊達。
先に私が入ります。あなたはここで待機を。わかりました。これは。キウラ。